ジャンサク TV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。本日は大阪株式会社鳳凰ショールームより麻雀最強戦2019シニア最強位決定戦の模様をお送りしております。実況は麻雀最強戦2019西日本最強戦がある日本プロ麻雀連盟後藤咲がお送りしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、解説は先日の著名人代表決定戦で見事優勝、ファイナルトーナメント進出を決めた加藤さんです。何回も言いますよ。はい、何回も言います、はい、やりました。はい、やりました。おめでとうございます。はい、はいはい、1回戦も、ね、はい、見応えありましたね。はい、ありましたね、はい、予想通りの白熱した感じで、はいはい、2回戦も、はい、期待したいと思います。はい、期待したいと思います。はい、はい、それでは B 組ですね、はい、まずは、増田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。こちらへどうぞ。はい、それでは自己紹介をよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、カメラあちらですね。あの大阪代表の増田二郎と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、普段はどちらで麻雀されてますか？肥後橋の、はい、青葉。青葉で、はい、ああ、そうですか、うん、はい、じゃあもう皆さんもう顔見知りばっかり。そうですね、ね、うん、はい、なるほど、はい、どうですか最近の調子は？まあ、あの年を取ると、はい、はあ、引きが悪くなるもんですから、まあ、土地相当そういうの、はい、腕でカバーということで、はい、ね、なんとなく意気込みをね、はい、はい、どうですか、この大会は初めてここに来られたんですか？ここ初めてですね。緊張はしてないですか？いや、やっぱり緊張してますね。そうですか、はい、まあまあ、そうですね、リラックスして。はい、はい、ありがとうございます、はい、いや、服がね、これはお孫さんですか？これひ孫です。ひ孫さん、おいくつなんですか？どっちですか？私ですか？私はほぼ82です。はい、まあまあ、僕、うちの両親とまあ大体同じぐらいの。本日はね、ひ孫さんを胸に掲げて、そうですね、ぜひ、ね、あの、うん、ひ孫の力を借りて、はい、宗一郎君の、宗一郎の、はい、力を借りて、頑張ってください。頑張ってください。意気込みをちょっと一言。はい。この大会に出場させていただいただけでも、非常に、はい、光栄なことなので、はい、まあ、平常心を持って、はい、臨みたいと思います。はい、頑張ってください。頑張ってください。はい、可愛い T シャツですね。あの、本当にうちの親とかと同じぐらいの年代の方多いんですよ。そうですね。はい、じゃあ続きまして大型さん。大型さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらへどうぞ。よろしくお願いします。はい、はい、それでは自己紹介をお願いします。神奈川から参りました尾形和子と申します。よろしくお願いします、はい、お願いします。遠藤さんも頑張りなさいよと。遠藤さん2年連続でいらしてましたね。ね、お友達でいらして。はい、そうです、仲間です。と、ね、いうことは遠藤さんとかと一緒にこう麻雀するってことは結構な腕前で。いやいや、私はね、私はもうなんか場違いなところ生きてしまったと今日は後悔しております。いやいや、そんな。普段はどちらでやられてるんですか？シルバーです。あ、やっぱシルバーでシルバーでやられてる方が多いですね。そうですか、ね、神奈川の方、はい、やっぱり皆さんやっぱお友達もたくさんいて、あの会員さんというか、はい、大きいところですけれども、はい、方がいらっしゃいますよね、はい、楽しませていただいてます、はいはい、今日はどうですか？ダメです。緊張感はとてもあります。ありますか？はい、はい、まあ、そう言わずに、あの、応援してらっしゃる方に一言、はい、意気込みを。まあ、初めての経験ですので、はい、できるだけ頑張りたいと思います。普段通りね、はい、はいはい、やっていただければ、はいはいはい、結果はついてくると思いますので、はい、そうですか、はい、頑張ってください、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きましてですね、高見さん、こちらいらしてください。はい、どうぞ。はい、こんにちは。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。で、僕もおめでとうございますって言いますんでね、はい、何時間か後に、はい、頑張ってください。はい、それでは自己紹介お願いします、はい、
愛媛代表の高見と申します。はい。高知県宿毛から参りました。あ、そうですか。昔、近鉄バッファローが、はい、春のキャンプやってましたね。はい。僕がね、入団する前の年までやってたんですよ。ね。はい。で、僕、宮崎出身で、ちょうどね、僕が入団した年から、宮崎でキャンプをするようになって、宿毛の方にはね、行ったことがないんですよ。はい。はい。ぜひ来てください。宿毛って結構雪が多いらしいですね。いや、そうでもないです。そうでもないんですか。暖かいです。あ、そうですか。はい。やっぱもう今と昔とちょっとやっぱり気候も変わってきてるんですね。そうですね。昔のあの映像なんか見ると割と雪が降ってる映像とかも夏の時にね、はい、あったりしたんですけど。最近はそうでもないですね。そうでもないですか。はい。はい、じゃあ普段、高知宿毛から愛媛の方の松山のジャーニー行ってます、はい。行かれてるんですか。はい。大会があるたびに。大体どれぐらいの頻度で月に今 GPC やってますので、はい、月1回から他の大会があれば2回、うん、まあ、はい、僕もまたねちょっとお邪魔したいなと思ってるんですけれども、またその時よろしくお願いします。最近どうですか、調子は。調子はあんまり良くないです、ね、そこから良くなるかもわからない、うん、そうですね、はいはい、気を引き締め、まあ、頑張ります。はい、普段通り、はい、頑張ってください。頑張ってください。はい、はい、どうもありがとうございました。頑張ってください。はい、そして、最後ですね、はい、大阪から宮城さん。はい、宮城さん、うん、なんか知ってる名前ですけど。あらはい、それでは自己紹介を、はい、大阪代表の宮城です。よろしくお願いします、はい、宮城さんはね、本当に実力者です。いろんな大会でね、珍しく合わせますけど配信タグになることが結構多くて、うん、で加藤さんに解説されると必ずダメになる。あら相性が悪い。そのジンクスの今日そうですね、今日払拭するいいですね、はい、僕この間勝ちましたんで、ね、それこそ先ほどの方にも言いましたけど、もうね、おめでとうって、ね、何時間か後に言えるように、はい、加藤さんファイナルでお会いしました。そうですね。ちょっと早かったですね。はい、そうですね。今はやっぱりもう青葉で。あ、そうですね。青葉で出していただくことが多いんですけども、最近特に最強戦にハマってしまって、はい、結構各地。なるほど。名古屋行ったり。じゃあもう最強戦マニアの方もたくさんいらっしゃるんで。たくさんいるんで、じゃあもうその競技仲間というか、結構増えたんじゃないですか。そうです ね、 ね、何回か会ってからその出身地を聞くと、えっていうような感じが、ね、はい、多いです ね、 そうですね、まあ、とにかく頑張りたいと思います、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、B 組の皆様、ありがとうございました。なんかこう、いずれ劣らぬっていう感じで、これもまた白熱しそうですね、はい、しそうですね、はい、楽しみですね、すごく、はい、はい、大阪からお二人、うん、お二人、神奈川と愛媛、愛媛、うん、はい、全国各地ですね、うん、はい、さあでは選手の皆様、対局室へご移動お願いします。はい、はい、システムをご説明いたします。はい、本日はシニアの方々が全国から16名お集まりいただいております。4組に分けて各一班長を行い、トップ者4名が決勝へ進出します。その4名で決勝戦一班長を行い、トップ者が麻雀最強戦2019令和初のシニア最強になります。はい、さあ楽しみですね。楽しみですね。本日2組目の対局となりますのでね、はい、期待したいと思います。準備ができたら、はいはい、スタートしていただいて結構ですけど、はいはい、あんまりなんか緊張してるって言いながら、うんうん、そうでもなさそうですね、はい、割とリラックスされてる方が ね、 ね、はい、多いように見受けられましたが、うん、まあ、キャリアが違います。そうですね、やはり、はい、そうですよね。私なんか緊張しちゃっていつも手が震えちゃってね、え、ハイヤマ崩しちゃうんじゃないかってすごいドキドキしちゃってね。いや本当そうですよ、うん、手汗なんかかいちゃって。いやもう、この間のだから最強戦の時も、はい、本当ね、その時僕テレビで言ったんですけど、はい、この日が一番緊張する。あ、なるほど。1年の中で、うん、多分ね、僕ね、もう次ファイナルじゃないですか、うん、ファイナルね全く緊張しないんですよ。はい、やっぱり、ね、予選勝ち抜くってまあまあ緊張します。一発勝負なんで。あ、なるほど。
ど。だからもうハイパイ取るときに、うん、お願いだからいいハイパイしてくれって思いながらね。すごくわかります。いや本当にあの、はい、トッププロの人でもほら、うん、あのこうねお守り触ってあの、はい、ボタンを押す、ねはい、サイコロで、ね、もうわかりますね。わかりますね、はい。このサイコロでもうハイパイ変わると思ったらね。運命を変えるサイコロですからね。はい、それでは対局の準備ができたようです。それでは対局を開始してください。はい、ちいちゃは、はい、ちいちゃは、高見さんですかね。はい。はい、高見さんがちいちゃですね。はい、ちいちゃ。はい。当局親番ですね。ちいちゃから高見さんですね。はい。はい。ちいちゃから。さあ、ちっちゃから高見さん、なんちゃに宮城さん、シャーちゃに増田さん、ペーちゃに大畑さん、ドラが Q1 となっております。トーン1曲ゼロ本場。さあ、どうでしょう。はい、まずまずじゃないですかね。うん、宮城さんは、そうですね、まあ、ちょっと端に寄った感じで、悪くないですね。うん、はい。まあ、これも悪くない、ね。うん、大型さんがちょっとゆったりめって感じですかね。うん、ただ、中ちゃんぱいが多いんで、はい、付けはいいと思うんですけどね。はい、そう、こちら高見さん、総勢一メンツですね。先ほどこちら、嬉しいペンチピンを引き込みました。なんちゃの宮城さん。はい。全然、誰も悪くない。うん。あの、ツモがどれぐらい効くかによっては、もう。なるほど。はい。誰が先に転敗するか分かんないです。これ、ゴロチがちょっと見えましたね、今。さあ、ここ、宮城さんですね。ドラが統一ですね。はい。もうドラ固定にするのか。ドラ固定しましたね。しましたね。はい。まあ、ちょっとメンツが足りない感じな、まあね、愚形が多いんで、はい、まあ、E 番の統一落としなんかも視野に入れながらって感じですかね。なるほど。受け付くはここでよろしいでしょうか。まだ。さあ。はい、これいいですね。いいですね。はい。それで両冠両面の両、シャンテンって感じですね、はい、冠両ピンをちょっと取り逃した感じですか。なるほど。あ、E1 をアンコにしました。いいんじゃないですかね、これで。はい、これでバーからいくとまだちょっとヒントがないんですけど、あの辺はね、指運というか、うん、どっちを嫌うかによって。そうですね。はい。換算層を嫌う形になりましたけど。さあ、初を重ねましたが。あ、これでイペイコ含み3色がね、本当に、ピンフ3色、はい、イペイコというような感じになりました。うん、5、6、7の3色。はい、ドランコの受け入れを、ちょっと。なくしてていくんですよね。さあ、増田さんもドラを重ねました。ドラドラです。はい。さあ、今のは嬉しい数ピンですね。はい。タイヤはさあ、ウーソーあんこにしました。はい、高見さん、まあ、数値層が欲しいんですけどね、どちらかというと。うん、そうですね。さあ、数値層重ねて数層を増やしていきます。タイヤをピン付けて、うん、さあ、嘘チーソを先に入れることができるか。チーソがね、もう薄くなってきてるんですね。チーソがもうないんですよね、1枚もないんで。さあ、ここは嘘チーソを、はい、これしてあんこの嘘を1枚切っていくという感じになって、チーソがかなり薄くなってきてますね。場にも1枚、2枚、3枚出てますし。さあ、ここはピンズで両面固定、はい、いやもう数値数ほとんどないですね。1、2、3、4、5、6、7、8、もうゼロですね、数値数。数値数がゼロ。はい。ただ宮城さんの数層はちょっと危ないんですよね。なるほど。両面が先入った時に漢字層でリーチ打つ可能性が結構あるんで。なるほど。ですからそこまでに他の、ね、今の、高見さんあたりが、うん、
数値そのテンパイが入るとちょっと危ないかなって感じですね。そうなかなか手が進みませんね。うん、いい形なんですけどね、うん、いい形なんですけど結構ポイントになるところが持たれてるんですよね。あ、カウンソでリーチ。さあ、カウンソでリーチしました。これはいい感ですね。はい。さあ、リーチドラドラ出上がりで5200点。積もれば満貫。ああ、でも嘘もないのか。嘘がないですね。嘘もないですね。あとはまあ筋がかかってるんで、まあ、その筋を見て筋を頼りに行くとちょっと危ない感じですか。なるほど。さあこっちもイーシャンテン。な親番の高見さんがもし粘ろうとすると嘘あたりまあまあ危ないかもわかんないですね。今あのピンズの方でね両面剣もできたんで。これがね粘りに行くと、はい、ちょっと危ないんですよね。危ない。赤ワンだったらさあこれで現物を切ってって感じになりますね。うん、なるほど。あ、これもテンパイいった。テンパイですね。はい、これもパーマン切りますね。はい、サブローワンテンパイ形式テンパイですね。はい、はい、増田さんが形式転売。さあ、さあ積もりましたが、まあ、イーソー切るんじゃないですか。なるほど、はい、イーソー、イーソーはまあ通るんで、うん、一旦イーソー切って、はい、ランソー、はい、イーソーの方がいいですね。イーソーですね。はい、はい、積もりましたが役なしということで位相を切っていきます。はい、こちらはパーソーチの入り、はい、これで2人転売ですね。はい、流局しました。2人転売ですね。はい、さあ、はい、流れまして、はい、一本場になりますね。はい、一本場ですね。はい、はい、宮城さんの応援になります。うん、トン2局の一本場になります。教託で先転。さあ、まあ、主導権を取るっていうのは結構やっぱ大事なんだよね、マージャン。はい、特にこの短期決戦はね、うん、主導権の取り合いみたいなところもありますんで。そうですね。さあ、こちらトンチャ宮城さんと2局ですね。まあ両面が一組、うん、まあそれほど良くはないけど、まあ、そこまで悪くはないかなって感じですかね。ドラが1枚浮いてる形。さあ、はい、ここはドラドラですね。ドラが何です。はい、ちゃんた系に行きますかね。はい、うん、なるほど。さあ、関数ピン、ちゃんた系に行くとドラ使い切れるんで、うん、このウーソー3万あたりを早めに嫌いに行くかもわかんないですね。普通にまっすぐ行きましたね。うん、手なりで自然に端に寄ればいいかなって感じですかね。うん、なるほど。はい、はい、さあ、3万ぐらい1枚落としとくといいかもわかんないですけどね。はい、パワーを切り出していきました。大変ね、チーマンとかキューマンとかくっついた時にちょっと痛いなと思ったりするんでね。うん、さあ、イーシャンテンですね。増田さん、貫中金を引き入れてのイーシャンテン。チー層が統一になって、ちょっと一色までありますか。うん、チート位置、チート位置もありますかね。はい、いろいろ見えてきましたね。うん、まあ、ドラがね、オタカゼというか、まあ、使いにくい牌なんで、うん、割と泣きやすいんですよね。うん、おっと切れあんこ、あんこにしました。さあ、ここは椅子を切り出していきますね。はい、イーシャンテン、
少し形の悪いイーシャンテンになりますけど、カンちゃんカンちゃんのイーシャンテンということでね。まあでもこれリーチ打てますからね、打点十分ということで、転敗したらリーチに向かっていくんでしょうね。はい、これでどうする、ここでそう、6、7、8じゃなくてちょっと内に入れる形になりましたね、ちょっとこいつが多い感じになってますか、このドラは、こいつは拒否、はい、これでうまくね、こだわりすぎずに内目に入れて、さあカンパー倉庫でちょっと早めになんかこう迷彩を作ってって感じですね、なるほど、はい、これ小さぎりリーチとかになるとね、なかなかやっぱり相手も百戦錬磨なんで、なかなか打ってくれないですけど、なるほどね、この捨て牌だと結構パスを盲点になりやすいですよね、なるほど。さあここで転敗しました、関数層引き入れての数値層待ち、はい、さあドラを切っての転敗リーチバニーチーソーは1枚、ここに2枚3枚4枚5枚、さあ1枚2枚3枚4枚5枚6枚、あと2枚ですか、数値層、あと2枚の数値層待ち、はい、高見さんも早めに水槽処理できてますね、ねえ、そうですね、はい、さあここは E1 を統一落としていきます、まあ親の現物でもありますし、パッソはね、はい、もし追っかけリーチ、このパッソで追っかけリーチしてもまあまあいい形ですけどね、これですね、はい、先輩入ってこのカンパストだとうまく上がれる可能性もありますが、初がションパイですか、まあ、でもドランコですしね、ちょっと行きたいところですけどね、さあ初ションパイの初を打っていきます、さあさあ転敗できるか、できない、さあ親の宮城さんがリーチをかけております、町は数値層、はい、さあ3万数万、数字で持ってきたらどうする、残りの山が少なくなってきた、でも上がりたい、上がりたいですね、加藤さんだったらどうします、あ3ピン切りますね、あ、はい、なるほど、転敗したらローピン勝負と、はい、なるほど、あこのパーソーに間に合いたかったな、うーん、パーソーが残り1枚ですか、あこうなるともうちょっと行きにくいですよね、あもうパーソーが3枚切れちゃったんで、うん、で尾形さんの手配に1枚と、うーん、パーソーも順から、あ一回遅い、あ一回遅い、あこのリーチはでも分かんないですよ、このリーチはでも残り1枚ですけど、うん、このパス層は上がれるかもしれない、もしかしたら、ということは大型さん危ない、大型さんが危ない、もし、ね、両方の現物がなければ、あローピンが通る、ローピンが通る、ローピン、ローピンいけますね、はい、大丈夫ですね、さあ数値層対カンパー層、はい、いやこのリーチは素晴らしい、もう一巡、そうですね、もう一巡ですね、まあ、これローピン、ローピンいけるんで、大丈夫だと思いますが、ね、多分ローピン、ローピンだと、ローピン、ローピン、あ、イソ、まあ、イソも大丈夫ですね、さあここはスーソーの宝珠になってしまいました、はい、リーチピンフドライチ、ドライチ裏チですね、5800は6100点です、ね、はい5800点6100点の上がりとなりました。
まあしょうがないです、これは、うん、仕方がない、ね、一巡遅れたな、うん、あー一巡って思いますね、きっと心の中で、はい、さあとにかくは、日本馬、さあはい、宮城さんの親の継続となります、親の連チャンとなりましたね、とにかく日本馬ドラがリャンピンです。さあこちら増田さんのハイパイ、ちょっと形まあまあまあ悪くはないですけどね、うん、ドラがリャンピンですか、宮城さんが想図がで一メンツ、はい、こちら老僧があんこですね、はい、ここはパーマンがあんこ、うん、リャンドにねいい層がつくと 1,2,3 もちょっと見えたんですけどね、さあ一歩前進、さあこちらはカンチーピン、ほうスーティーピングもう一回受けるっていう形もあったんですけどね、うん、はい、そうですね、タンヤオの方に行きましたね、タンヤオを確定させるという感じでしていったんでしょうね、はい、さあここは増田さんドラが浮いてますね、おお、いい酸素。嬉しい。まあ、一通含みでもありますしね。はい。はい。ドラ受け入れも入れて、ローピン切り、うん。もうこの辺の手順はもう宮城さん間違いないですね。はい。カウピンを払っていく感じで。はい。一通貫を見てのカウピンを払っていく。そうですね。一通とドラ受けを意識してのローピン切りですね、うんうん。なるほど。さあ。まあ、数層入れても、どっち入れても、リーチしそうですけどね、宮城さんは。うん。これ、もし、リャンピンが入った際には。うん、カンチャンでリーチするんじゃないですか、カンサンピンで。なるほど。はい。うん、もう、ドラあればね、全然問題ないんで。うんうん、さあ誰が一番最初に転配しますか、やっぱり宮城さんが早そうですよね、うん、実際転配崩してますけど、うん、そうですね、3本で転配したんですけど、はい、崩してのさあこちらイーシャンテンですね、増田さんがイーシャンテン、まあ、この最強戦とかやっぱりもうセーフティーリードがあんまりないんでね、うん、やっぱりみんなそれなりの手を作ってきますんで、はい、さあ、なかなか手が変わらないですね、ドラにくっつかない、これで単葉になった、さあさあ、ああ転売しない、これでもう一度受けを広くしましたね、うん、おっと、いいシャンテン、いいシャンテンですね、まあ数万リャンマンですけど、数万からですか、リャンマンから、リャンマンから行きました ね、 ね、さあ転配しました、サブローピンリーチですね、はい、はい、もうさすがに、はい、振り点ですけど、まあ、うん、待ちはサブローピン、まあ先手打てたっていうことでしょうね、うん、でこれでもう一回親番っていう感じで、なるほど、振り点でリーチですが、もう一回親番、親番ということもあって、うん、上がれば上がれないよりもまずもう一回親番をしたいってことじゃないですかね、うん、なるほど、と押した、うん、町はサブローピンですね、うん、リーチピンク一回遅い、うん、これだと顔遅いテンパ入ったんですけどね、うん、
さあ何切る。やっぱり親のリーチには向かいづらいですね。そうですね、うん、さあこの3ピンがねまだ2枚生きてるんですよね。3ピンが2枚ここの3ピン。さあ3ピンが2枚生きてる、うん、さあ3増をあんこにして、うん、嘘を切っていきます。パースを統一にしました、うん、まあ嘘が通ってるんでねパースいくんじゃないですか、うん、そのまま。はい、じゃあパースをパースをと行く感じになりますかね、はい、急速リリースで、ね、あんまりね、うん、まあまあないとも限らない、うん、3本だけありますね、うん、さあ裏を引いてきましたさあ勘違いで転敗しました。はい、勘違い現物ですね、うん、タイヤをドラドラ、はい、マサさんが大型さんもテンパ入った3ピンウーマン3ピンウーマンのシャンパソコン。さあここも換算ピンでテンパイ、テンパイ、さあみんなテンパイ、さあさあ全員テンパイだ。チーピン通った、チーピン通った。さあ誰が上がる、誰が上がるんでしょうか。勝負つきそうだ。カンサンピン対サブローピン対カンチーワン対サンピンウーピンのシャンポン。ただサブローピンは親のリーチは振り点だ。さあ、積もりました。これは嬉しい積もですね。積もタンヤをドラドラ、はい、はい、2004戦は2200、4200の積も上がりとなりました。さあ嬉しい上がりですね。はい、うまくね、うん、ローリングしながら、うん、さあ嬉しい上がりとなりましたね、うん、やっぱこれもひ孫さんパワーですか、うん、間違いない、間違いないですね。後押ししてます、うん、後押ししてますね。さあさあ今の勘違いは嬉しいですね。はい、トン3曲ですね。親番こちらトンチャが増田さんになります。ドラが数番、チューンが統一でしたね。はいさあ嬉しい勘違いを積もって、マンズが多い、おこっちにいつまでありますよ、うん、おチューンとハツが統一、おお今みたいな手っていうのは、はい、チートイツに向かいますか。それいやもう泣いちゃった方がいいんじゃないですかね。なるほど、インペーコーできてますねこれ七八くん、うん、初がここでもちもち、そうですね、うん、この辺好みによりますよね、うん、ただまあ八が統一なんで、うん、割と泣きやすいところなんで、うん、まあチートイツは行きやすいですよ。あトイトイは行きやすいですよね、うん、なるほど。あドラが来た、これでチートイツかな。うーんそうですね、うーんドラ来たらチートイツかも分かんない。あさあパワーをポンしていきました。こちら高木さん、いいんじゃないですか、うん、いやもうこれ思い切ってね、パワーマンポンするとチーマンとか結構出てきやすいんでね、うん、なるほど。おっとイーサンが入った、3色、あウーソポンじゃないか、ウーソポンしない、しなかったですね、はい、やっぱドラを打ち出すのがちょっと嫌だったんだけど、うん、今パーマンポンから入ってるんでドラを切るのが嫌だったのかもしれないですね、うん、さあこのチューンは仕掛けますか。さあ仕掛けました。こちらのチューンをポンしていきます。だったらね、うん、嘘ポンでもよかったかなって感じですね。なるほど、あ一応本一のテンパイですけど、さあ本一のテンパイが入りました。このでもシャー短期は上がりたくないですね。上がりたくないですね、うん、もったいない。これポンだ、これポンですよ。チーマンこのチーマンはポン、はい、
あら。出ない。出ませんね。新一のトリトリだ。このチーマンは出るんじゃないか。さあ、このチーマンは。ポンですね。ポンしていきました。はい。はい。ハネマンのテンパイ。ハネマンのテンパイやりましたね。町はウーワンローワンのシャンポン町。さあ、チーツトイトイ。はい。すごい。結構な迫力ですよ、これ。うん。さあ、このスーワンを。ちょっともうこうなると行きにくいですよね。うわ、ちゃんた三色。さあ、ちゃんた。トンタンキー、ま、うん、トンタンキーですね。いや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 。いやいやいや。飛び交う高打点。はい。はい。さあ、この勝負誰が制するんでしょうね。さあ、わかんないです、これも。さあ。これも全突破ですからね。全突破。さあ、どっちが早い？血が早いんでしょう。これトンもね、1枚切れたんですよね。2枚生きてるんですよね。山に2枚生きてるということで、はい、ただね、ちょっと誰からでも出そうなトンって感じですか。いやでもね、うん、本質トイトイもあるんで。なるほど。これね、お互いにどっちが引けるかですよね。はい、はい、いった。さあ、これね、一騎打ちだと思うんですよ。うん、もう他のところに行ったらね、これ出ないですね。このローマンももう出ないんで。なるほど。ローマン出ないですね。で、ウーマンも多分出ないんで。うん、で、トンも出ないでしょ、はい、っていうこと。あ、積もりました。積も三色ちゃんた。はい、満貫ですね。はい、満貫の積も上がりとなりました。はい、2004戦の上がりです。素晴らしい、素晴らしい。はい、素晴らしい。はい、こちらも嬉しい上がりとなりましたね。はい、もう分かんないですね、これ、はい、どうなるか。素晴らしい手作りです。はい、嬉しい上がりとなりましたね。でもこうやってね、みんな積もってくれてるんで、うん、はい、まあ、今のところ点数はね、はい、少ないんですけど、はい、高見さんも全然まだこれね、うん、一上がりでチャンス出てきますよ。そうですね、はい、まだ上が平たいんで、はい、これが突き抜けちゃうとね、うん、またちょっと変わってくるんですけどね。そうですね。親番で一発引いたらもう全員2万5000点に逆戻りみたいな感じになりますからね、はい、なるほど。まだまだ何が起こるかわからないという状況ですね。はい、はい、トン4曲になりますね、こちらトン茶が尾形さん、ね、ドラが G1 となります。こういうケースって結構あるんですよね、はい、僕なんかこれ、うん、こういう時に高見さんの立場だと、はい、なんか俺ついてるなと思うんですよね。ほう、はい、上がなかなか伸びないんで、ほう、はい、展望があるところがどんどん引かれて、うんうんうん、平たくなっていくんで。なるほど、はい、上が平たいから、はい、なるほど。トップの点の時ってやっぱりね、うん、そろそろ展望なくてもなんとかなるんで、うん、なるほど。一人に突き抜けられた方がちょっときつい。なかなかね、うん、みんなの手が遅くなっちゃうんでね、うん、あ、なるほど。そうですね、やっぱりある程度の手を作らなきゃいけないっていう風になって、うんうん、さあ、ここで総勢で一メンツ。さあ、こちら増田さんが、さあ、うん、いいんじゃないですか。うん、3色も見える。うん、3色見えますね。ね、2刺し、刺し5、うん。宮城さんは単に青の方に向かいましたね。なるほど。うん、さあ、このローワンは切り出していく。宮城さん、これね。はい。うん。リャンピン切れば1、2、3のメンツができてたんですけど、うんうんうん、拒否して、単野を系に、まあ、食い地掛けの形にしましたね。そう。さあ、ドラの血はもう切っていきます。
さあ、ローソーがあんこになりました。さあ、ここはパワーを切っていきます。ちょっと伸びないですね。さあ、尾形さん、ドラ。さあ、ドラ、これさあ、これで二刺しの方向にちょっと減りましたね。さあ、さあ、ローマがなくなったけれども、チーマンを統一にした、しましたね。さあ、チーマンはまだ1枚生きてるのか。チーマンは生きてないですね。チーマンは出てこないから、チートイツになったら、うん、そうですね。さあ、チートイツのイーシャンテン、イーシャンテンなんですけど、この形からなんか、あの、チートイツに決めにくいんですよね。なるほど。はい。重なりやすい。例えば、まあ、これ、スーソウソとか、結構、持たれてる可能性も高いですしね。あと、やっぱりリーチとかになった時に、かかった時に、回りきれないんで、本当はなんかね、チートイツだったら違う範囲に変えたいんですけど、ただやっぱり、親番流したくないっていうのもあるんですね。なるほど。ハツを統一にしましたね。はい。さあ、ジャンピングアンコ、ここで転敗しました。リーチです。リャンウマン、リーチタイヤを、宮城さんのリーチ、社長宮城さんのリーチです。まあ、でも積もって裏ドラ1個で漫画ですからね。そうですね。スーワンも早いですね、これ。結構いい街になってます。リャンウマン。リャンウマンがいい街になってると。はい。さあ、ここは宮城さん。上がって加点していきたいところですね。トンです。あ、一発できた。さあ、もう。あ、ここは、しっかりおります。おりますね。もし、転敗しちゃったら。いや、でもあんまり無理しないかもわかんないですね。なるほど。なんか、リャンマンぐらいとか思いそうなんですけどね。あ、これでもう、急走急走ですね。発も。はい。初も心配ですしね。ちょっといけないですね。あれでも、リャンマン、3枚いますよ。3枚。白刀だ。さあ、残り3枚のリャンウワン。はい。尾形さんがね、ちょっと安全牌が、3ピンがありますね。さあ、ただいけないんで3品ですかね。3品でしょうね。さあ、まだ諦めたくないのでしょうかね。まあ、でもね、報じするとね、ちょっと痛いんで。そうですね。さあ、嘘は通ってないですね。通ってない。一応パーソーの、まあ、片筋ですね。片筋という感じでしょうかね。さあ、ペイは大丈夫ですね。ペイは大丈夫ですね、はい、これ背景になります。背景です。さあ、流局となりました。一人転敗。さあ、一人転敗となりました、はい、ここで難入となりますね、はい、高見さんはこの親番勝負ですね、
はい。入入しました。はい、親番が高見さんですね。南一曲一本場です。さあ、こちら。高見さんのハイパイ。まあまあじゃないですか。はい、うん、悪くはないですね。うん、トーンが統一ですね。はい。ドラがパーソー。ドラはないですけれども。うん、さあ、この大事にしてきた親番ですが、高見さんは1枚目のトーンから仕掛けていきますかね。いやー、どうなんですかね。これ仕掛けない方がいいと思うんですけど、うん、仕掛けませんでしたね。仕掛けませんでしたね。はい。やっぱまだ形が不安定だから。それもありますしね。うん、やっぱりね、うん、リーチがいいんですよ。はい。はい。なるほど。まあ、親番はね、うん、リーチがやっぱり効くんで、うん、できればリーチ。なるほど。もうやっぱ泣くのはやっぱり、もうしょうがないから泣くぐらいの感じに思っておいた方がいいと思うんです、うん、はい、なるほど。まあ、もちろん形が良かったり、ドラがあったりしたらまた話別ですけどね。うんうん、なるほど。じゃあ今のこの高見さんのハイパイから仕掛けていくのはちょっと。今、チートイツのリャンシャンテンか、テンです、ね、まだ。リャンシャンテンですね。だったらもう泣くな。さあ、宮城さんが、なんと、ダブナントチュンが統一。ペイを仕掛けてますね。ペイをポンしてますね。うん、さあ。ソーズの本一、うん。ちゃんと。なるほど、ちゃんと。さあ、このナンはポンしていきます。はい、当然いきますね。さあ、チュンとリャンソーですか。リャンソーのシャンポン待ちでテンパイしました。さあさあ、三色含み、うん、すっぴんだ、すっぴん、はい、あ、痛い、この発は痛い、しょうがないけどな、うん、このチュン危ないな。このチュンちょっと右端に寄っちゃってますね。右端にあると怖いですね。怖いですね。さあ、何を交換していきます。シンドラがローワンです。さあさあ、リーチだ。リスビン、いい街だ。これはリーチ、リーチ、はい、リーチをかけていきました。街、はい、はイースビン、ドラドラのイースビン、はい、これはいい街、はい、缶も入ったし、はい、チャンスですね、はい、さあ、ここはもうこのリーチが良かったかも分かんないですね、うん、尾形さん、うん、リーチなかったら売ってますよ、チュン、下手したら。うん。ロソロソ。ロソロソと。ロソロソですね、もう。仕方がないです。さあ、両方を切っていきました。ああ、もう下茶のね。さあ、ドラだ。ドラ、シンドラですね。シンドラ。どうする？ここは、行った。行きました。これポンだ。ポン、ポンしない。ポンした。ポンしました。親もドラポンだ。街はリャンソーです。うわぁ。さあ、激アツになった、この曲。スレスレのところをかいくぐっていきます。この曲激アツだ。さあ、この熱い戦い制するのは誰だ？激アツだ。いや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 、もう。さあ、うわぁ、スレスレですね。激アツだ。さあ、うわ、リャンソー対イースピン対リャ、あ、イーピンだ。イーピンが出ました。ドラドラだ。うん、リーピン、ドラドラ、リーチ、ピンフ、ドラドラ、マンガン。さあ、裏がドラ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 、ドラドラ、はい、ハネマン、12,300、はい、リーチ、ピンフ、ドラドラ、ウラウラ、12,000は12,300の上がりとなりました。7,700を釣りですね、うん、はい。さあ、これは
7700のお釣りで、はい、いやいやめくり合い軍配が上がったのは、はい、さあ増田さんですね。うん、熱かったですね。ひまごパワーで。ひまごパワーで。はい。やはり強いですね。はい。さあ、さあ宮城さんはこの親番で、なんとか、なんとかなんとか、はい、残り時間10分切ってます。はい。さあここは割と。良さそう。良さそうでしたね。増田さんのハイパイが良さそう。はい。あ、大和田さんも、なんか、大和田さんじゃなかったか、今。高見さんも、もうちょっと高い手いかないといけないんでね。はい。あれ、何一曲？何二曲ですね。何二曲ですね。はい。はい。何二曲ですね。ドラが E ピンです、はい。はい。宮城さんの親番ですね。はい。ちょっと表示間違えてますね。何2曲になります。はい、はいはい、さあここは宮城さんの親番、うん、ただなんかいい上がりをした後ってオカルトですけどすごいハイいいハイパイが寄ってくる、ね、気がしてならないんですよね。いやこれでも宮城さんもいいハイパイですよ、うんうん。さあ宮城さんも粘りを見せて、これもいい色をきた。何切りましょうか。何切りましょう。なるほど、何を切って、はい、できるだけ手広くね、うん、手広くいい順点ですね、はい、一番近い人がやっぱり、うん、点数が一番近い人が親番なんでね、はい、なんとかこの親番をサクッと、うん、サクッとね。あ仕方がない、うん、あ失礼しました。レアの順点ですね。さあ、はい、あこれで、はい、はい、10万からいった、はい、トンが1枚切れか。あ、面本チートイズでもよかったんですけどね、面本チートイドラドラとか積もって、はい、裏裏とか乗ったらトリプルまで行くんで、はい、ね、高見さんそれぐらい狙ってもよかったんですけどね。なるほど。さあ、関連ピンが入りました、はい、これでイーシャンテン、イーシャンテン、うん、これですね、宮本チートイ。まあでももうローピン切っちゃって拳、うん、の方に向かってるんでね。あ、なるほど、はい、そう、さあリーチだ、ツーチーマンだ、うん、嬉しいチーマンが入りました。さあ、こちら、さあ、はい、リーチしない、しない、ダマもうリーチした方がいいですよ、うん、リーチしない。残り時間も6分と迫ってきておりますのでね、はい、やっぱり打点欲しいんでここでリーチしないと、ね、うん、もったいないですね、うん、両面の街で数値はね、はい、これもしね、リーチしましょう。さあ、ね、リーチしました、はい、これでもしかしたら一発で積もるかも、うんうん、そうですね、はい、さあ順を置いて、うん、シャーチャー大型さんのリーチです。街は数値1、うん、リーチピーフドライチ出上がり3900点、裏が乗れば満貫の手でリーチをかけました。さあこのリーチは宮城さんは厳しい、うん、ちょっとあれですね。さあ宮城さんが厳しくなってきた、うん、お、いいとこ来てる。さあさあどうする。これは9ピンぐらい勝負するか。はい、いかない。やめましたね。9ピンを切って。宮城さんはちょっと厳しくなってきた。増田さんはね、放銃しないように心がけていきたいところですね。うんうん、そうですね。さあ、スーチーマンは場には1枚だけ。さあ、ここに2枚。3枚。まだ5枚残り1234、あ、4枚か、残り4枚、残り4枚、山に4枚、まあまあたくさんありますよ、これ、うん、たくさんありますね、5巡目ですからね。さあさあ引けるか、引けるか、
残り3枚4枚、はい、本筋は相撲はあと3回ある、うん、あ宮城さんちょっともう後にかけましたね、うん、ま、次がねあのトップ目の親番なんで、うん、そこにかけるっていう感じですかね。まあ放銃したら元も子もないっていうのもありますしね、うん、さあ引けるか、さあ積もりました。リズムピンフドライチ、はい、乗ったら万が以上だ。ピンフドライチ、さあ裏ドラはハネマン、ハネマン、ハネマンだ。さあ分かりません、もう分かりません。もうこれはすごい、今日みんなすごく裏ドラ乗りますね。はい、リーチツモピーフドライチ、ウラウラ、ハネマン、ハネマン30006戦のツモ上がりとなりました。さあ嬉しい笑顔ですね。さあ嬉しい笑顔を見せてくれました、こちら大型さん。さあさあこれでどうなるか分かりませんね。もう全然分からない、全然分かりませんね。ただこうなると、うん、宮城さんと高見さんは厳しい、はい、ちょっときつい展開となってしまいましたね。上2人が4万点だと親かぶりで親の方の展望は削れるんですけどね、うん、子供の展望が削れないんですよね、うん、ハネマン積もっても3000点しか引かれないんで、さあ残りが多分この曲が最後になりそうなんですよね、はい、もう残り3分4分を切っておりますね。トン3曲ですね、はい、宮城さんはもうこれ倍満積も条件ですね、うんうん、さあ何3曲、はい、親番が増田さん、ドラが数ピン、はい、宮城さんは倍満積も条件、なるほど、高見さんはもう役満ですね、うん、役満積も、うん、役満積もっても足りないか、うん、大方さんは役満積もっても足りないですね。さあここは逃げ切りたいですね、増田さん。さあここはもう1000点でいいですよね、お二人は。そうですね、はい、もう安全牌持ってる場合じゃないですよ、うん、持ってる場合じゃないですね、目いっぱいに受けて、はい、もう目いっぱいで1000点を上がりに行くと、1000点上がりに行かないといけないんで、うん、さあちょっと、はい、安全牌はもういらない、いらないです、うん、さあ目いっぱいに受けていきましょう、はい、もう吐く切りましょう。はい、さあ嬉しい、いいシャンテン、うん、はい、特にこれイースピンが入ると、うん、役割のテンパになりますね、うん、ただあまり早く終わるともう一曲ですけど、うん、これはリーチをかけていきますかね、テンパしたら、うん、リーチしちゃった方がいいですね、うん、1100点差なんでリーチ号出しても大丈夫ですんでね、うん、そうですか。じゃあこれは転売したらリーチを打っていった方が、国士もいいシャンテン、リャンシャンテンか、国士もそう、リャンシャンテン、高見さんですね、うん、何社いいピン、うん、リャンシャンテンですね。さあさあいいピンが、でもピンがあと1枚か、うん、あ、テンパイしました、ロー Q1 テンパイ。さ あ, あこれで5800点、あ、失礼しました、ドラドラ、ドラドラですね、はい、5800点、出上がり5800点、積もれば2600点オール、あーこれ5800点もあるんだったらいいですね、うん、リーチかけなくても。そしてこのロー Q1 馬強はいかがでしょうか。いやもう馬強というよりもこれリーチかかってないんで、うん、あの高見さんからは間違いなくローマン出ますしね、うん、でこれ宮城さんも6、9万はちょっともう止まりそうもないですね、はい、うん、大型さんは6、9万は入り目入ります、うん、あリーチ、あもう勝負かけましたね、うん、満貫にしていきましたね、はい、リーチをかけて、もうこれ最終局ですね、はい、最終局なんでもうリーチをかけていきましたね、はい、さあこれはもう、さあ残り1分を切っております。さあ待ちはロー Q1 リーチピンフドラドラ、
大型さんは上がりきらないといけないんでね、テンパイじゃダメなんですよね。テンパイできるか。さあ、釣りとやつなり3点。はい。さあ。ああ、宮城さんはね、バイマン相撲なんで。テンパった。テンパイしました。さあ、ローソ短期。ローソ短期。ローソ短期なんか、どこにも誰にも持ってない。山さんですか。山さん。さあ、さあ。山さんだ。さあ、どうなる。行くしかないよ。そうそうそう。タイムアップだ。この曲ラスト。はい。この曲でラストとなります。流局する、ああ、ロー。これは出ない。うん、出ないローワンですね。はい。さあ、ローソ短期、上がれるかも。山さん。山さんだ。さあ、ここに1枚。ここは出ない。はい。もう。残り2枚。ここはもう出ない。さあ。はい。もう条件がないんで。積もりましたー。ひまごパワーです。はい。ひまごパワーですね。はい。いやいやいや。さあ、裏ドラは。見応えありました。はい、裏ドラは乗りませんでした。はい、リーチツモピンフドラドラ、はい、4000オールのツモ上がりとなります。はい。はい。さあ。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、強かった。いや、お強かったですね。決めに行きましたね。はい、決めに行きましたね。はい、素晴らしい上がりでした。はい、はい、素晴らしかったですね。B タクの勝ち上がりは、はい、増田さん、大阪代表の増田さんということになりました。はい。はい、おめでとうございます。大型さんも惜しかったんですけどね。惜しかったですね。はい。ね。ローソの方が早かったんですけどね。はい。はい。じゃあ、少しだけ休憩いただいて、はい。C 組の、はい、放送になります。はい。ちょっと待ってください。はい。